どうも、はじめです。こんな格好で失礼します。これよくないですか。これ黒板消しなんですよ。まあ黒板消し型のクッションなんですね。結構巨大なクッションでして、まあ気に入っちゃってねこの前一目惚れして、たまたまね店で売っててさ買っちゃったんですよね。まあ今回動画初登場なんですが、ちょいちょい出ると思うんでよろしくあのお見知りおきをお願いします。で今回の試しはねこの子ではなくて、えー、皆さんにね情報を提供してほしい。 情報提供してほしいっていうのと、情報共有の場としてこの動画を使ってほしいっていう、まあ狙いがあって動画を撮っております。何かっていうと、皆さん自分の動画、まあ、このね、とある男が授業をしてみたの、このチャンネルも見てくれてると思いますし、もちろん他の教育系の YouTuber の方、見てる方もいると思います。で、今多くの方がね、まあ、多くの教育 YouTuber の方が授業ではなくって、勉強法だったり、まあ、休憩術。 だったり暗記法だったりまあ、そういうスキル的なところを喋るっていう方がかなり多くなりましたで実際みんなもねそういう方の動画を見てああなるほどってああそういうやり方があるんだみたいないっぱい情報を得てると思うんですよねで違うんです今回聞きたいのはそこではなくてその一歩先じゃあ実際皆さんが得た情報の中で実践してるもの実際にね実際にみんなが実践してるものそれを教えてほしいんです なんで今回ねこんな動画を撮ってるかっていうと自分も含めてまあ自分はその教育 YouTuber の方にめちゃくちゃ顔が広いわけではないんですけど多くの方がその、まあ、情報を与えたいっていうよりもその一歩先与えた情報を使ってみんなの人生をより豊かにしてほしいちょっとかっこいい言い方をするとねで、多くの方が願ってます多くの方がね。 じゃあそれを実際にみんながしてくれてるのかっていうところともうね情報がありすぎるんだよねだからみんなももしかしたらいろんな人がいろんなことを言っているもしかしたら逆さまのこと全然逆のことを言ってんじゃんみたいな「朝方がいいって言ってたよあの人」「お前夜方がいいって言ってんの?」みたいなね逆じゃないですかそういうのもあってもうどれがいいんだよって思ってる方もいるかもしれないじゃあ実際に自分らはね話す方なので 実践してくれてるみんなが誰の動画をだ誰の動画のどういう技というかどういうやり方をして実際にこうなりましたよとかっていう実践例をねちょっと聞いてみたいなと思って今回動画を撮らせてもらってますでねまあそのコメント欄がどうなるか分かんないです正直ちょっと怖いっす <laughs> この動画怖いんだけどでもやっぱり有益な情報ってまあ中高生が多いからこのチャンネルね、まあ、同世代の 実,践実際にやってきた人の声を聞く方がみんなにとっても有益だと思うんだよね。自分がさこの人のこのやり方って超いいよっていうのはいいと思うんだけどでもやっぱりそれ以上にね同世代の方の実,際実体験というかを聞いた方がいいのかなと思うのでぜひ今回コメント欄にですねえ名前伏せても構わないですあの動画のタイトルを入れてくれたらもいいかなと思うんですけどなんか YouTube って。 他の方例えば自分のこのチャンネルに他の方の YouTuber の名前とかっていうのをコメント欄に書くのって結構タブーって言われるじゃないですか。例えば他の方のチャンネルでハイチの名前とかっていう書くのもタブーってよく言われますよね。まあまあまあ,あの自分の名前を他の方のチャンネルのとこに書きすぎると迷惑になるんであちょっちはやめてほしいんですけどただ自分のチャンネルに書くのは、まあ、別にいいかなと。 なんか、あからさまな売名行為というかさ、嫌がらせとかだったらちょっとおかしいけどね、そうじゃないんであればいいかなと思うので、全然なんとかさんのなんとかって動画で紹介してた、こういうことやってますみたいな、それからよく合ってましたみたいな。できればポジティブ情報の方がいいかな、コメント欄で見るものは、ネガティブ情報よりは、なんかそっちで溢れちゃってもなんか嫌だなと思うので、まあそこは任せるんですけど、さじ加減はね。なので、ぜひぜひね、今回、まあ、実際にこの人のこういう動画の、まあ、こういうことやってますみたいな、をぜひ書いていただけると嬉しく思います。で、 最後にねえっ、ー、とまあ多分みんな分かってると思うんだけどこれ何で取ってるかっていう情報共有もしてほしいんだよしてほしいんだけどあのちゃんとやってねっていうのが言いたいの一番は自分の勉強法もそうだしあの他の方の,、ね、の YouTuber の方の話もそうなんだけどやらないと意味がないですいくら聞いたっていくら知識をインプットしたって自分のレベルが上がんないんです自分のレベルが上がるのはきっちりアウトプットをして自分のものにするとこまでです アウトプットするだけでも本当はちょっとしか上がらない。それを自分のものにするには繰り返し繰り返しやって試行錯誤する。ね、トライアンドエラーを繰り返して自分のものにしなければレベルアップはしないです。でも逆に言うとそれをするとめちゃくちゃレベルが上がります。だからね、あの中高生のうちってなかなか難しいんです。うん。インプットするだけでも大変だから。疲れるからね。 でもやっぱその先までどうせインプットするならその先をね目指してほしいのでまあそのきっかけでもなったらいいなと思って今回ね取らせてもらったのでまあやってほしいなっていうところもあるんですけどぜひよかった,ぜひあのよかったらねコメント欄の方にあのおすすめのこういうのあってよかったよっていうのがあれば書いてもらえたらと思いますよろししくお願いします。